万う良一さんの職場である保養施設の中には、デイケアの設備がある。そこに、ショートステイで週3回来るお年寄りの中に、須崎さんという方がいた。足が悪くて、車椅子に乗ってはいたが、至って元気で愛想のいい、女性に人気があるご老人だったという。 その須崎さんが少し前から不思議なことを言うようになった。最近面白い夢を見るんですよ。え、どんな夢ですか夢の中にお人形さんみたいな子供が出てきてね。右手におまんじゅうと左手に将棋の駒を持ってるんだけど、どっちがいいって聞くんだよ。 私はほら、将棋バカだからね、将棋の駒を取るんだけど、そうしたら、ああ、あって聞こえて目が覚めるんだ。夢の中の少女は、まるで日本人形のようないでたちなのだという。左手の将棋の駒は、その時によって、ゴルフのクラブであったり、野球のボールであったりと、様々であるそうなのだが、 右手のまんじゅうだけは変わらないのだそうだ。須崎さんはもともとが活発な方でもあるので、左手を選ぶのだが、その度に、あああと、ちょっと残念そうな声とともに目が覚めるのだという。不思議な夢だとは思いながらも、あまり気に留めることもなく、数日が過ぎた。そんなある日。 デイケアに来た須崎さんが、こんなことを言った。今度ね、まんじゅうを受け取ってみようと思うんだ。え、何の話ですかほら、夢の話だよ。時々見る女の子の夢。ああ、あの、いつも左手を選ぶんでしたっけそう。この間は、 映画の DVD を撮っちゃってね。女の子がすごく残念そうだったんだ。だから今度はおまんじゅうを撮ってあげようと思ってね。へえ、じゃあどうなったか教えてくださいね。もちろん、報告するよ。結局、それが鈴木さんと交わした最後の会話となった。 三日後、須崎さんは布団の中で冷たくなって発見されたそうだ。ご家族の話では、その口元には、なぜか、あんこがついていたという。